九条、久家村営城滝発電所記念館は、兵庫県丹波市山南町を植田基地区の川城渓谷沿いにある発電所記念館。国の登録有形文化財。すぐ下の川城渓谷には丹波流発見の地がある。大正時代に、村独自で建設、運営した近代水力発電施設の一つで、1920年当時、ランプ生活であった氷上九条久家村では、 村長の平藤徳造らの尽力により、水力発電を行う協議が整い、1920年12月水力発電所の着工となる。1922年6月に、竣工1923年1月8日から、送電を開始した。1941年9月配電等整令交付により、関西配電株式会社に統合され、 1963年まで稼働した。2006年8月に発電所横の川城渓谷で恐竜の化石が発見されたこと、国の登録有形文化財にも登録されたこと、発電所の歴史的、文化的価値が注目されたことなどにより、丹橋が保存、改修を行い記念館として竣工した。当時のレンガ積みの外壁をそのまま生かし、2010年2月11日に、 オープン、発電所の様子を紹介する映像やパネルの展示、農業用水を利用した小型マイクロ水力発電機の設置など、当時の面影を残しつつ展示されている。また、館内では担当者から説明も受けられる。丹橋山南町は、兵庫県中央東部に位置し、神戸との距離は約 50km、大阪、京都とは約 70km。 中国山地の東端に位置し、山地を主に河川が刻む谷底平野や盆地を有する地形。市内最高峰は、四北西部に位置する標高962メートルの属鹿山。瀬戸内海へ注ぐ加古川水系及び、日本海へ注ぐ由良川水系の最上流に位置し、本州で最も低い海抜95メートルの中央分水海が存在する水は彼の地として有名。 気候は、瀬戸内海型、内陸型気候に属し、年間の寒暖差、昼夜の温度差が大きく、秋から冬にかけて発生する丹波地域の山々を、包む朝霧、夕霧は、丹波霧と呼ばれる。記念館は、450メートル前後の山々に、囲まれた篠山川沿いにあり、標高は駐車場付近で140メートルある。球場 国村営状滝発電所記念館付近の踏切。ありがとうございます。